はい、皆さんこんにちは、佐賀キャスでございます。まったりとした午後でございまして、この動画はですね12日に上げようとしておりますけども、そんなに急ぐことではないですね。文春オンラインでございまして、この面魂の言い方の写真がですねドーンと出ております。アドレス貼っておきますね。カズオはもうあかん、日本共産党除名された伝説の幹部が激白という、これは月刊文藝春秋に出た記事の抜粋だそうでございまして、5月9日にですね文春オンラインに上がっております。本文をちょっと読みますと、日本共産党の凋落が止まらない、今春の統一地方選では維新が躍進したのとは対照的に大敗、大負けですね。道府県議選、政令市議選で前回獲得した議席の2割、一般市議選でも1割を失う惨状だった。まあ言うてもまだまあなんとか2割1割で済んでるわけでしょ。大敗の背景には古参党員を除名したため党内に動揺が広がったことがある。元党京都府委員会常任委員で、常任の鈴木源はじめでしょうかね、読み方は C78、78と言いますとですね、私の17歳年上でしょうかね、すごい一回り上のですね段階ですね。党歴60年の大ベテランで、党勢拡大の大功労者である。だが、今年1月に出版した C. 和夫委員長への手紙、過去鴨川出版の中で、C. 和夫委員長を批判、すると我が党の綱領路線に対する全面的な攻撃、派閥分派行動、行為などとして今年3月に除名されてしまったのである。共産党はですね、こう党のやり方に対してですね批判をすると、それ分派行動ということになってですね、まあ昔だったらですねもう命がなくなりました。今はせいぜい除名される程度で済んでます。戦前であれば大体あっちが逃がされましたね。共産党のこの何やったかな、何とかっていう人なんかはですね、それで刑務所に入ってましたからね。ただのですね人を殺めた人ということですね。鈴木氏の除名は党員たちを失望させ、党の機関紙赤旗は3月だけで日刊紙と日曜版を合わせて計1万部も減らしている。その鈴木氏が今回月刊文藝春秋の単独インタビューに応じた。1944年、段階のちょっと前ですね、に生まれた鈴木氏は高校時代に共産党の青年組織民主青年同盟に加入、進学した京都の立命館大学では、立命館大学も私の時でもですね共産党の巣窟でした。それがためにですねカンカン同率から外れてですね、立命だけは行ったらあかんって言われました。なぜかというと就職はないからですね。だから私の時代、高校の進路指導の先生はですね、立命と京都産業大学に受かったら共産に行けって言いました。なんでかというと就職はいいからですね。立命よりも良かったんです当時。その進路指導の先生たちはみんなですね日教組で全員共産党でした。もうね笑ってしまいますけども、そういう時代でした。その後立命館大学は多少回復しましたね。大学では学生委員会の委員長につき、わずか数十人だった学内の共産党組織を1000人規模にまで育て上げた。部落解放同盟や全共闘との暴力闘争にも体を張って立ち向かい、京都に鈴木愛と一目を置かれてきた。あ、そうなんですか、全然知りません。解放同盟との闘争では、これかっこいいですね、向こうはドスを振り回す者がいて、こちらは椅子を縦に応戦。ちょうどこの頃ではないかと思うんですけども、部落解放同盟という組織がありまして、まあ同和系の最大組織なんですけど、そこと日本共産党がやり合いました。
あの八日高校事件なんてございますね、兵庫県の北の方の高校の八日高校でですね、まあほんまかどうか知りませんけど、恐ろしい事件が起こったわけですよ。それをですね、あの日本共産党はこう究明をしましてですね、で全面的に部落解放同盟とですね闘争に入ったんですね。なんかようわからん話なんだ、なんで共産党と街道がですね、戦うのかってようわからなかったんですけど、まあまあ別にそんなもんなんて言いますか、あのコブラ対マングースって勝手にやったらええやんっていう世界なんですね、一般人からすると。こちらは椅子を盾に応戦中略、私たちは追求を重ね街道を閉めすことができた。どうでしょう、私がどうでしょうね、あの高校生ティーンエイジャーの頃からですね、20代の後半ぐらいまでですね、その童話に関してはもう嵐が吹き荒れていたという印象ですね。その結果ですね、大阪という町はその後急激に衰退に向かいます。で結局ですね、その童話系の運動もですね、その後衰退に向かってあんまり世間から見向きをされなくなったと、まあやりすぎたということでしょうね。でそこに共産党も多少ですね、こうコミットしていたと、コミットしたというか、まあ、あの敵同士ですけどね、部落解放同盟と共産党は、私が見る限りは当時の合言葉は正義は強くなれなら強くなければならないです、自分らは正義なんです大学解体を叫ぶ全教徒の学生と対立するようになると暴力はエスカレートしました。素手からゲバブを鉄パイプへ、そして火炎瓶へと、選挙でも鈴木氏の豪腕は遺憾なく発揮された。1989年、だいぶ飛びますね、その街道とやった時期から20年ぐらいは後ちゃいますかね、15年ぐらいあるかな。1989年京都市長選、ちなみに私は1985年に京都を離れましたんで知りません。京都市長選、野中博文率いる自民党、公明党、民社党が大須候補に対して共産党推薦候補321票差まで肉薄させたこともあります。この一戦は京都政界に知れ渡り、私も手応えがありました。そんなことあったね、知らんかったわ。そんな鈴木氏が市委員長批判に踏み切ったのはもうあかんという危機感からだった。共産党は実に40年以上の長期にわたって党の勢力減退が続いています。党員数は50万人1990年から27万人2020年、30年でまあほぼ半分になったんですね、と半分近くになりました。1980年に355万部あった赤旗の部数は3分の1以下の90万部にまで低迷さらに決定的なのは一昨年の総選挙で衆議院は12議席を10議席に、昨年の参議院選では改選6議席を4議席にまで減らし、かつて49人2000年いた国会議員は今や21人ですと。まあ凋落ですね。鈴木氏は著書の中でとりわけ党から問題視されたのは次のくだりだったという。決定的な誤りは宮本賢治、この方だからそうですね、あれですね、党に異論を唱えた人をですね、あっちゃがに生かしたということですね、殺人罪で刑務所に入ってたんですね、宮本賢治氏によって不破鉄道氏と木方 あなたですね、市和夫氏の幹部委員長書記長委員書記長の後継指名が行われたことです。略このやり方は毛沢東が林彪や華国鋒を公認に指名したのと同じやり方ではないですか。およそ近代政党とは言い難い個人独裁的党運営です。あの世の中でですね、共産党と名乗っているところ、あるいは朝鮮労働党もそうですけど、党の類で、民主的にですね代表を決めるということはほぼありません。
共産党というのは一党独裁でですね、おバカな社会制度を押し付けるですね、非常にこう分けるの分からんですね、カルト集団みたいなものなんですよ、理解としてはね。でそれでその中でですね、なんか知らないけど彼らは民主主義と言いたがるんですね。お前らやってることは民主主義絶対ちゃうと思うんですけど、過去のソ連共産党もですね、中国共産党、今の中国共産党、今の日本共産党も民主的であったことなんか一回もありませんよ。ものすごい専制独裁、です。で、ソ連共産党も中国共産党も天下を取りました。でその社会がですね、どれだけですね、息苦しくですね、多くの人が不幸にですね、寿命を全うできなかったのかというのは歴史が証明しているわけであって、日本共産党もその体質はですね、基本的に変わらないと思います。つまり民主主義ではないんです。で独裁専制なんですよ。だから仮に日本共産党が日本を支配していたらですね、日本は悲惨な目にあったと思いますよ。だから少数政党でよかったやんというのが現実的ですね。共産党は党内の民主的選挙で幹部を選んでいると強調しているが、そんなことありえないですね。鈴木氏はあれは選挙と呼べる代物ではないと決定していると。まあ一回ちょっと省略しましょうね。中国共産党よりひどいって書いてある。ひどいかなってんな、お前ら目くそ鼻くそ笑うやんって。鈴木氏の最後の指摘ですね、この項の最後の指摘、お隣の中国共産党でも習近平総書記が就任した2012年の党大会の記録によれば、定員205人の中央委員を選ぶのに224人の名簿が提示されています。つまり定員より多い名簿が事前に示されているのです。2300人の代議員が無記名秘密投票を行い、そこで19人が落選している。日本共産党のような予定調和ではありません。この点日本共産党は中国共産党以下なのです。あの中国共産党以下と言われてしまってますね、日本共産党前は。はい、ということでですね、詳しくはこの文春オンライン読んでください。1ページ目のですね、アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。